はい、こんにちは、ゆうまです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今年も本当に残すところあと10日ほどとなりまして、クリスマス、そして年末を迎えるだけとなりましたけれども、本当に今年はですね、いろんなことがあった1年だと思います。コロナウイルスとかですね、そういうのがあって、皆さん大変な1年だったと思うんですけれども、自分もあと数日で学校が終わるので、冬休みに入ったら早くドローンを飛ばしに行きたいっていう気持ちが本当に高まっているっていった状況です。今回の内容なんですけれども、ドローンに関する内容をお話ししようかなと思います。トピックが大きく分けて2つほどあります。1つ目が12月18日の河野太郎大臣の記者会見とそのツイートに関する内容をお話しします。これはドローンに関する発言とツイートがあったので、そちらを紹介して、それに関するですね、周りの反応を紹介したいなと思っております。で、2つ目はですね、ドローンの日本国内のドローンに関する法の見直し、そして緩和を応援しようというお話をしたいと思います。この2つ目の内容に関しては、以前ですね、こういった動画を出しました。法改正が進んでいて、ドローンですね、無人航空機というものが今現状 200g 以上が規制対象になるものが、いずれその 100g にこう範囲が広がりますよ、厳しくなりますよというお話をしました。で、それをこう受けた今ドローンをされている方とかが声を上げて、それはやめておこうみたいなオンライン署名活動があっているので、そちらの紹介をですね、していきたいと思います。今ドローンやられている方であったり、これからドローンをしたい方、そういった方に情報をですね、今回お話ししたいなと思っておりますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それではじゃあ行きましょう。はい、じゃあまず河野大臣のツイートを見ていきます。こちらになるんですけれども、読み上げます。ドローンの飛行に関する規制緩和と許可申請の簡素化が決まりました。目視外飛行や物品の投下、高度制限などが規制緩和されますという、内容になるんですけども、これをですね、簡単に説明すると、今現在の航空法令というもので、飛行の場所であったり飛行の方法というのが制限されています。その中で目視外飛行とか、夜間飛行ダメとか、物品の投下はもちろんダメとか、あとは空港の近くはダメとか、地上から 150m 以上の区域はダメとか、そういったいろんな規制があるんですけども、目視外飛行と物品の投下、高度制限の規制を緩和していきましょうっていう内容になっていまして、でこのツイートの元になったその記者会見っていうのがこちらになっています。でこれすると動画はやっぱ流せないので、この動画の内容を今から少し概要をですね、お話ししようと思うんですけど、この内容がですね、5分50秒のところから9分35秒の、4分程度なので、短いので見ていただきたいんですけど、どういった内容だったかというと、高度が 150m 以上であっても有人航空機が飛行するケースが低い場合には、許可申請なしで飛行ができるように、来年夏頃のをめどに制度を改正したいっていうような、発言がありました。でこれはその国交省との話し合って決まったみたいなお話があったんですけども、これどういうことかっていうと、有人航空機っていうのは飛行機ですよね。飛行機が飛ばないような場所では、その 150m 以上でも許可は申請なしで飛ばしていいんじゃないかっていうところです。例えばじゃあどういった場所があるかっていうと、山ですよね。山の例えば頂上から 150m 以上だったとしても、そこから移動して 100m ぐらい右に行って、そこからだったら多分 150m 以上じゃないですよね。多分 200m とか170とか、そんな感じになると思うんですけど、そういった山のところって飛行機がこう近づくことってありえないじゃないですか。だからそういったところで山をこういちいちこうやって飛行するのは現実的にもちょっと厳しいですし、飛行機も来ることはないって考えられるので、そういったところは許可申請なしで飛ばしていいんじゃないかっていうところですね。あとは鉄塔とかがある場所、鉄塔とかが立っていても飛行機が飛ぶようなケースっていうのは少ないので、そういったところは許可申請なしで飛ばしていけるように制度を改正したいっていうようなお話がありました。はい、で目視外での 150m 以上の飛行であったり、物品投下のところで言うと、リスクが低いところであったら
補助者なしでも物品投下をしていいですよっていうような、まあ、改正をしていこうと、飛行マニュアルを変えていこうっていうような発言がありました。はい、でもう一つお話があったんですけども、申請をする際にワンストップの一元的な申請システムにしたいっていうような話がありました。まあ、これっていうのは、まあ、現状その飛行が禁止されている場所であったり、飛行の禁止の方法っていうのは、まあ、国交省に承認を得る必要があるとか、あとは各自治体に許可申請を行う必要があったんですけれども、そういったいろんなところに複数の関係者に許可承認を得るっていうのはすごく、まあ、負担が大きいっていうのがありますよね。そこを、まあ、多分一つの一元的なシステムとして構築していきたいっていうような話があったので、それは、まあ、民間企業、携帯会社とか、あとは国交省、そして行政、ここも連携して話し合う必要があるので、これからその話し合いを進めていきたいっていうような話があったので、まあ、ここもですね、いずれもうちょっと簡略化するんじゃないかなっていうふうに考えています。こういった河野大臣のツイートであったりインタビューの内容っていうのを見て、まあ、周りですね、どういった反応しているのかっていうと、まあ、これからドローンによる配送業が進んでいくことを期待しますとか、まあ、生活が便利になりそうとか、どんな風に活用されているのか楽しみとかいう意見があったり、そしてドローンで物品投下をしたらテロ攻撃になるんじゃないかとか、そういったですね、意見があって、まあ、ポジティブな面もネガティブな面もあったんですけど、一番多かった意見っていうのが、まあ、規制緩和されると言いつつも、まあ、前回あった 200g から 100g に規制が変わるっていうのは、ここは強化されるし、ここをもっと緩和してほしいっていうような意見がすごく多かったんですよね。これはですね、やっぱりドローンをやられている方ならみんなここをもっと緩く緩和してほしいっていう気持ちがすごくあると思うんですけれども、でここは今ドローンをやられている方が声を上げているっていうのがあって、オンライン署名活動っていうのがあっています。それを2番目のトピックでご紹介したいなと思っております。はい、でここからはその効率の緩和見直しを応援しようということで、オンラインの署名の活動が今あっています。でそちらの紹介をしていきたいと思うんですけど、パソコンの画面を見ながら紹介していきます。サイトがこちらになっています。 change.org ということで、まあ、これオンラインの署名活動のサイトになっていまして、いろんな、まあ、署名活動があっている中で、今回そのドローンのところを紹介していこうと思います。内容がこちらですね。日本国内のドローン使用に対する法律の緩和見直しを応援しようということで、宛先が総務省と各自治体と国土交通省に送りたいという感じですね。で現在157名が賛同しているといった形になっています。で内容ちょっと見ていきますね。将来性のあるドローン産業の活性化のためにも、時代に合った法律と条例の変更を求めます。またメディアの偏った情報のみが報道され、一般の人がドローンに対して必要以上に感じて危険と感じている状況も改善していきたいですという感じ で、具体的にどういったところをこう改善していきたいのか、どういったところを主張したいのかというのが下に書いていて、最初が航空法に対して世界標準である 250g 以下の機体は航空法適用外と改正するというところで、今その日本では200g 以上が規制されていて、未満が規制外となっているわけなんですけど、これが 100g になろうとしていまして、それを 250g 以下にしたい、世界標準にしたいですっていう、まあ、主張があって、まあ DJI の製品とかですね、なんか日本版と世界版みたいな感じで発売されていて、 Mavic Mini とかでも日本に合わせた 200g 未満の機体と、アメリカとかその他世界に合わせた 249g の機体っていうのが発売されているので、まあここを世界標準に合わせようといった記載になっています。2つ目の電波法に対して、個人の趣味または業務外利用においても FPV 用デジタル電波 5.8GHz 帯の使用を認める。 FPV 用ドローンを飛ばすために 5.8GHz 帯という周波数帯を使うんですけど、まあ、それを使うためには最低でも第4級アマチュア無線技師といった資格が必要になっていて、まあ、これを認めてほしいっていうような主張になっています。まあ、多分これをその免許とかなしで使えるようにしてほしいといった主張になっています。で3つ目が、条例に対して公共施設の利用感を求める。まあ、これはまあそれは各県とかにもよると思うんですけど、公園で禁止とかされている場所が、まあ、都会だと本当に多いと思うんですけど、そこをもうちょっと緩和してくれといった主張になっています。4つ目が、
技的マークのない映像送信機 VTX の開局申請の簡略化、他人によってすでに技的保証された製品は以降保証手続きを省くことができ開局申請も簡略化して費用もかからないものとする。これは、FPV ドローンされている方しかあんまりわからないと思うんですけど、FPV ドローンっていうのはその海外製品が多くて、その技的マークがついていない VTX っていうのがほとんどなんですよね。その時にも開局申請する時にめちゃくちゃめんどくさいんですよね。なんでかっていうと、VTX のブロック図を手に入れたりとか、いろんなことをしないといけなくて、それがもうすごくめんどくさい。今自分自身これやっているんですけど、すごくわかりづらい。だからこれを簡略化してほしい。で、開局申請の費用もかかるので、そこも簡略化したいっていう主張になっています。で、ここにその名前と、名字と名前と、メールアドレスで賛同すれば、まあ、これがですね、その総務省とかに送られて、もしかしたらその、この意見が取り入れられるっていう可能性もあるので、で賛同するっていう方はこちらでシェアしていただけたらいいのかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回ドローンの法律みたいなところのお話をしたんですけれども、法改正というところは本当に目まぐるしくですね、変化していって、まあ、これが緩和される方向に向かうのか、そしてもっともっと厳しくなる方向に向かっていくのかっていうのは、まあ、やっぱり今ドローンを使っている方がしっかりルールを守って使うことやったり、まあ、これからその将来ドローンがもっと主流なものになっていくって考えたら、大衆の理解を深めるといった、そういったところも大切になってくるんじゃないかなと思います。こちらの情報に関しては、まあ、皆さん意見とかあると思うので、コメント欄とかで教えていただくと自分の勉強にもなるのでよろしくお願いします。今回の動画はこれで以上になるんですけれども、まあ、自分自身ドローンに関する情報とか映像に関する情報を発信しております。現在は FPV ドローンを始める準備をしておりまして、現在で言うと開局申請の審査を待っているっていう状態で、本当にすぐ年明けには始めれるような感じになると思うので、随時ですね、動画も本当に更新していこうと思っております。 FPV ドローンに関する動画っていうのは再生リストとかも作っているので、まあ、つまみ食いとかで見ていただけると嬉しいなと思います。まあ、今回の動画が良かった、役に立ったと思ったら高評価とか、あとはチャンネル登録していただくとすごくモチベーションにつながるのでよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。